おお、なるほど。何を釣ったのかね。ちょっと見当たらないんだけどね。石がいっぱい乗ってるね。はい、今日はね、ここにやってきました。五条市のね、内側曲がりでございます。横はよく通っとるんだけどね。ほら、白石。中入れんのかな。お、なんかある。ちょっと読めんな、これじゃ。あ、ここにある。この下を降りてみましょうかね。おおお、どこにあるんやろ。ちょっと斜めにね、階段が左斜めになってるからね、ものすごく歩きにくいですわ。いやー、ほとんど歩いた跡がないね。何も見当たらへんけど、どこだ。どこにあるんだ。もっと下ですか。はい、手間が降りてきましたけど。曲がりはどこだ。もっと下を降りろうか。はい。おお。おお、すごいね、これ。これはすごいところでございました。降ってきたらね。はい。どこに掘ってあるんだ。わからんがね。今目線で追っとるけど、わからんな。あー、わからん。どこだ。わからんな。どこなんだ。どこにあるんやね。どうしようかな。ずっと見てるけどね、目視でもわからへんし、わかりませんわ。フラフラや。ずっと行った吉野川なんですけどね。もうすぐ吉野川やけどね。そんなに遠くないんだけど、吉野川は。吉野川やけどね。はい、わからないんだね。どこやろう。すごいんやけどね。どこに掘ってあるんだろうね。見当たらん。うちは長い。どこですか。
こんなわからんもんかね。ずーっと見てんだけどね。すぐに確認できる。どこでしょう。まあなかなかね、景勝地ではすごいけどね。はい、ありがとうございました。内側長い日でございました。どこなんだろうね。どこなんだね。はい、わかりませんでしたわ。どこあるんだけど。